はい、皆さんこんにちは、エイトの大橋です。今回はね、生き平たくわがた80企画のねまとめとバナナ飼育のね結果発表をしたいなと思います。まずね、生き平たくわがた80企画なんですけれども、ホペサトさんのところはね、一度訪問させていただいて77ミリのね立派な個体出されまして、それをね動画にさせてもらってます。それとね、いちごさんのところでも同じくね77ミリの個体が出ています。それとトッチさん、残念ながらね、飼育していただいた個体はほとんどメスだったのでね、今年に関しては記録なしです。それと私ところ A とは情けないけども75ミリが限界でした。この個体なんですけどね、なかなか私にとってはね、75ミリを超えるのが厳しい状況です。まあ息の方は3年連続でね最終の方も行ってるんですけども、まあ皆さんのね話を総合すると、77ミリクラスっていうのは年間にね数匹取れる程度、それぐらいのレベルだと思われるのでね、なかなか一つの線、この辺ぐらいがね限界かなと思います。やっぱりこれを超えてくるのはね、ブリード重ねたりとか、まあやっぱりね特殊な技術が必要になってくるのかなと思います。で、私とこと他の方との2ミリ差、やっぱりこれはね飼育経験の差かなと素直に受け止めたいなと思います。まあこれがね3世代目になるんですけども、まあもう少しはね超えていけるかなと思うので、今年もね飼育続けてやってます。他の方もね一番大きなサイズとかでまた類代していて行っていただけるそうなのでね、まあそちらの方も来年度にかけてねまた報告していきたいなと思います。生き平たくわがたの方はね3年連続で飼育したんですけども、まあ皆さんのね参考にしていただければいいかなと思ってまとめました。まあだいたいこれはね禁止瓶のサイズになりますけども、22グラムでね73ミリ前後、24グラムで75ミリ前後、26グラムで77ミリぐらいが出てるんかなっていう感じがします。やっぱりね80ミリ超えてくるには、最終のね瓶交換の時に28グラムぐらいがね必要じゃないかなと思ってます。今年もね続けてやってるんですけど、今のところね3ヶ月で一番大きいのが22グラム。まあ生き平たくわがたはね禁止瓶で育てると、最初ね温度高めでしたら3ヶ月でね20グラム前後になるんですけども、そこからねいかにグラム数を増やしていけるかっていうのがポイントになるかなと思ってます。まあ今年は禁止瓶で大きく刺して、残りはね少し温度を下げてバナナマットでね飼育していこうかなと思います。今年のね幼虫の結果に関しては随時報告していきますので、そちらもね参考にしてください。はい、それではねマットのバナナ飼育について結果発表していきたいなと思います。バナナ飼育に関してはね以前の動画にもありますので、ぜひね参考にしてください。まず飼育した種類はね、生き平たくわがたと佐久島平たくわがた。最初にね生き平たくわがたの方から見ていきたいなと思いますけども、こちらね先ほどにも登場してました、禁止で育てた生き平たくわがた、一番大きいので75ミリが出ました。それとね
こちらバナナマットを意外と検討しまして 74mm、 見た感じはねほとんど同じぐらいの大きさになってるかなと思います。まあ一気平田の私とこでね類代してるやつはほとんど中止、あんまり長いね顎のやつは今のところ出てこないんですけどね、バランスのいいかっこいい個体だとは思ってます。まあ、意外とねマットバナナ検討しましたので、今年はねこちらの飼育も増やしていきたいなと思います。イキヒラタに関してはね最初は禁止であってからバナナマットに入れるというパターンもありかなと思ってますので、まあ、そちらもね今年は試していきたいなと思います。それではね佐久島ヒラタの方を見ていきたいなと思います。佐久島ヒラタの方はね禁止では 72mm、 バナナマットでは 71mm と壱岐ヒラタと同じくねわずかながら禁止の方が大きな個体が出ました。まあ、でも感覚的にはね佐久島ヒラタはバナナマットが合ってるような気がするので、今回もね少しだけ佐久島もやってますので、そちらのね方はバナナマットで飼育していきたいなと思ってます。 72mm の方はね Twitter、YouTube 企画で視聴者さんにプレゼントしましたので今はないんですけども、こちらの方がね 71mm の佐久島ヒラタになります。まあ、種親の方があまり大きくなかったのでね、まだまだ佐久島ヒラタっていうのは80を超えてくる個体もいっぱいいるみたいなのでね、大きさ的にはごく普通なのかもしれないですけども、来年度はねバナナマットででかいのを狙っていきたいなと思います。現在のところね佐久島ヒラタ 28g が出てるんでね、まあ、今年この 71mm がね 26g だったので、現状で75は超えてきそうな感じなので頑張っていきたいなと思います。はい、それではね先ほどの佐久島ヒラタ 28g の幼虫っていうやつなんですけどね、先日マットの上の方にね上がってきて計量だけしたんですけども、バナナマットのね交換用意できてなかったので本日用意してます。もう一度ねグラム測って移し替えたいなと思います。バナナマットに関してはね以前も紹介してるんですけども、こんな感じね底の方にバナナ今回少し多めにしてますけど詰め込んでます。マットの水分量はね若干少なめにしてます。まあ、交換時期はね私もよく分かってないですけど、あんまり長いこと置いといてもよくなさそうなので、だいたい2ヶ月に1回変えるようにしてます。それではね出してみたいなと思います。はい、出てきましたね佐久島ヒラタバナナマットで育った幼虫なんですけども、ご覧のようにねバナナはもうマットとね溶け込んでほとんど形がなくなってしまっています。これは相当でかいで、これをね今から測ってみたいなと思います。さてどうでしょうか。ちょっとすぐ交換したいのでざっくりなんですけどね、27g 少し減ってしまったな。
まあ、これからね新しいマットに入れて大きくしていきたいなと思います。こんな感じでね、なかなかバナナマットうまいこといきそうなので、経過報告の方ねどんどんしていきたいなと思います。それではね、本日も最後までのご視聴ありがとうございました。